演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラ、チャンネル登録よろしくお願いします。チラ、業務スーパーのガレットブルドンヌというお菓子を食べたいと思います。あれ、前も食べたかな。でも結構似たような商品いろいろあるから、それと間違ってるかな。硬そうなビスケットですね。それでは5体目、ってどういう開け方なんだこれ。日本のお菓子ではあまり見られない開け方なんですけど、あー、表面がテカテカしてますね。これは美味しそうだ。お、ついてるわけじゃないですね。ただ単に2枚重なってただけです。はい、中身はこんな感じになってます。ではいただきます。ここまですごく香るのは今まで食べたことがない。サクサクとしてるのもいいね、こういうのって。かなりザクザクサクサクとしたビスがクッキーで、ビスケットじゃなかったですね。ね、バターの香りもしっかり効いててとっても美味しかったです。なんか食べ進めていくと、なんかジャムとかフルーツが欲しくなってくるような、そんな感じがしましたね。なのでちょっとそういう味のフレーバーも食べてみたいかなというちょっとした要望も込めて、こちらのテストとさせていただきます。美味しいんですけどね。それでは、加賀数の血の行く先や血糖値、血糖値の高い血を吸いすぎると可能なるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。